はい、皆様こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画ではこちらのですね、チャージコントローラー、ソーラーチャージコントローラーのテスト動画になります。で、スペックシートがですね、こちらなんですけど、まだね、メーカーから送られてきたものもですね、スペックシート上は Bluetooth ユニットが内蔵でないモデルが出てます。で、ここちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、Bluetooth オプショナルと書いてあります。これ BT-2 というね、ものなんですけど、レノジーとかでね、Bluetooth で使えるのと同じものといっていいんじゃないでしょうかね。まあ、レノジー等で Bluetooth ユニット付きの、チャージコントローラーありますけど、それをのモジュールをね、利用するというようなものなんだと思います。で、今回、私が購入したものはこれの後継モデルでですね、ちょっと読み方わかんないんですけど、シャイナーっていうんですかね、シャイナーシリーズですね。これの2430B というね、まあ、Bluetooth ユニットが内蔵の、その Bluetooth のね、B だと思うんですけど、こちらをね、購入してます。Bluetooth ユニット内蔵とはね、まあ、このスペックシートには書いてないですし、シャイナー2430までしかね、型番出てないので、新しいね、このチャートデータシートっていうんですかね、スペックシートですね。この辺りまた入手できましたら更新していこうと思います。現在こちらではですね、24V のバッテリーの回路にですね、こちらのエピバーのですね、ソーラーチャージコントローラーを使用して、自動切り替え機、バッテリーがね、低電圧になった時に商用電源に切り替わる機械、こちらを、利用して家電品にね、電力供給しています。そしてもう1系統ですね、こちらが 12V の回路になるんですけど、 12V の鉛のバッテリーに 100W のソーラーパネルを接続してですね、こちらのチャージコントローラーで、主にですね、まあ、照明器具ですね、12V の照明器具 LED ライトを、室内の照明として使って、あとはですね、まあ、こういうケーブルを利用してスマホ等の充電に使っている回路が、こちらになりますね。今回は、こちらのね、チャージコントローラーをこのね、12V の回路の方に接続してテストしていきたいと思います。ソーラーチャージコントローラー、まあ、以前からね、いろいろなタイプ出てますけど、こちらはですね、Bluetooth ユニットがもうこの中にね、内蔵されてまして、スマホ等でですね、データ閲覧ができたりですとか、設定ができるのではないかと思います。詳細がね、まだちょっとわからないんで、もうこれぶっつけ本番のテストなんですけど、今からですね、こちらを接続していきたいと思っています。こちらね、こういったカバーがついていまして、さらに、ここにね、端子部分があります。こういう感じですね。で、注意しなくてはならないのがですね、こういったプラスマイナス、もう機器によって様々です。このあたりね、接続を間違えないようにしないといけないです。これ見てもらうとわかるんですけど、左からですね、パネルのプラス、パネルのマイナス、それから今度はね、バッテリーのマイナス、ロードのマイナス、バッテリープラス、ロードプラスとなってます。このようにね、機器によってまちまちですので、接続ね、間違えないようにしてください。通常マニュアルで見ますと、パネルのね、電圧、例えば 35V から 95V というようなね、表示が出ているんですが、ですね、このマニュアルにはですね、最低電圧っていうのはね、出てないんですね。動作電圧がですね、パネルのマックスがですね、95V ですね。まあ、約 100V まで、この機種は使えるようになってますけど、まあ、最低電圧がね、書いてありませんので、とりあえず、今 100W1 枚なので、 100W パネル 18V なんですけど、
そちらをね接続してみたいと思います。はい、パネルをね接続してみました。月のねマーク消えていまして、MPPT と表示が出ていますので今発電してますね。こちらちょっとねモニターちっちゃくて分かりづらいんですけど、この矢印マークですね点滅してますので、バッテリーにね充電開始したという表示になっています。電圧はですねバッテリー今 12V なので 12V のシステムということになってます。現在晴れていますので、順調にね発電して、まあバッテリーもともと電圧高かったんですけど今ねバッテリー 16V ありますね。で電流 2.69A 流れていますよとなってます。でこれからですねこれ Bluetooth 接続して設定がスマホ等でできるのかどうかも合わせて確認していこうと思います。はい、先ほど、ダウンロードしましたアプリですね。アプリをインストールしまして、こちらのねアプリ起動して、ちょっとね時間がかかってしまったので録画をね切ってしまっていたんですが、その間ですね、コントローラーを、ね、認識できるようになりました。コントローラーね1って書いて、出てると思うんですけど、こちらですね。でこちらに、コネクトし。しますとこのようなね、画面が表示されています。で電圧も 18.8V、電流 2.23A、 ちょっとね今ね薄日というか少しね曇ってしまってるんですけど、パネルの方はね 41W 出てますね。でバッテリーの方はほぼ満充電に近い状態で 14.4V、 こんな感じになってますね。で今ですね、小さな LED 照明をねいくつかつけてるんですけど、それで 10W ほど消費しているというデータになってます。でこんな感じで、いろいろデータが見れるようになっているようですね。あとはどのようなことができるのか、ちょっとね、まあこれデータですね。こちらチャートなのでグラフになるんでしょうかね。そうですね。こんな感じで点線のね、折れ線グラフのような、こんな感じで、時間とともにですね、これすごいですね。ほぼ秒単位になってるのかな。こんな感じで、電圧、電流値が見られるようになっております。でこの辺りがですね、リストチャート、はい、こちらリスト、あこのような感じで、数字でも見られるみたいですね。機器の設定、あ設定はここにありますね。パラメーターセット、あこちらからねアプリを利用して設定もできるようですね。ロード設定、多分これね時間とか入れられるんですかね。何時に、電源が入って何時に切れるというようなね、そのようですね。チャージャーセッティング、あいいんじゃないでしょうかね。こんな感じでですね、バッテリー側にね電流を流す上限値ですとかね、まあ、この辺りが設定ができるようになっていますね。バッテリーセッティング、これはですね、まあ、30Aの機器なんですけど、マックスがね 30Aで、バッテリー側にね電気流せるようになっております。今回はね、まあ、この辺りのセッティングはしませんが、
このねアプリを使ってですねセッティングができるということです。結構ねこの辺りの、まあ、設定がですねアプリでできるっていうのはねあのメリットあるんじゃないかと思います。もちろんね本体側でも設定ができるんですけれど、まあ、本体側でね、まあ、セレクトしながらちっちゃいボタンとね小さいモニターでやるよりはアプリでねこのように設定ができる方がいいと思います。しかもですね、まあ、このような感じで、まあ、データがねきちんとずっと、リアルタイムで見られる。今はねこのような形でリアルタイムでね、データが出てるんですが、例えばですね、スマホを、ね、持ち歩いてしまって、このねチャージコントローラーから離れた場合ですね、まあ、Bluetooth 接続なのでその遠くまではね、コネクトされていないはずなので、離れてしまった場合アプリをね起動していなかった時間のデータですね、これも後から閲覧できるのかどうか、このあたりのねデータを本体側でですね記憶しているのかどうかというのをねこの後ねまた検証していこうと思います。はい、時間が経過しましたので再度アプリを再起動させてみました。はい、こんな感じですね。ですねやはりBluetooth 接続をしていない時のデータはですね見られないような感じですね。このようになってますので、まあ、起動後からのデータが、まあ蓄積されていくというような状態になっているようです。でこの真ん中のねスタートストーリングリアルタイムデータっていうところなんですけど、これを押しますとデータがね、なんていうんでしょう、グラフじゃなくてですねデータとして、蓄積されていくようなんですけど、これの見方がですねちょっとこれですねデバイスログっていうやつですね。こちらが、このような感じでログがね取れるようになってます。で今ですねこれ先ほど、1回撮ったものなんですけど、これもですね、アプリ起動中のみデータが取れるようになっております。再度ねもう一度やってみますが、そうですね、真ん中のスタートストーリングリアルタイムデータ、このね緑色のところをねクリックしますとこのような感じで、まあ、赤くなりますが、今ねこれでデータを収集しているという感じになります。そうするとねこのような形で今の、ログがね、まあ、蓄積されているっていう、このね15時55分これですね、これが今撮ったデータになります。もうね秒単位、2秒ごとに撮れているような感じですね。これがねアプリを切っていても蓄積されるとねすごく便利なんですけどね、後からチャージコントローラーのねデータを見られるとよかったんですけど、それはできないようです。まあ、日常使いのですね、まあ、スマホタブレットはねやっぱり持ち出してしまうと思いますので、チャージコントローラーのね近くに置いとくっていうわけにはいかないと思いますけど、何かねもう使ってない、ね、古いタブレットですとか機種変更した後のねスマホなどを、まあ、Bluetooth 接続したまま、まあ、近くにね置いておけばずっとねデータ、取っておけばそのままそれが蓄積されていくということに、ね、なると思うんで、まあ、そういった使い方もありなのかなと思います。あとねまだわからないのはここの部分の一番下の部分ですね、これがねちょっとどういうことなのかわからないんですが、ちょっとね2-13、2-12とかねこの辺の数字が何のことなのかちょっと分かりにくいんですけど、チャージ、ま、これね今日変えたばっかりなので今日のしかね、ま、見れないんですけど、ここで、マックスカレント 2.86 アンペア、チャージがね、0.056kWh ということでね、
まあ、出力の方もね、これで見ることができます。マックスカレントが 0.91A、ディスチャージですね、出力 0.026kWh、 これね、ここで、このように見ることができるようになっています。でバッテリーの状態はマックスのね、最高の電圧が 14.4V、最低電圧が 13.1V でしたという。まだね、日没迎えてませんので、この後ね、まだ電力使えますので、ミニマムボルテージですね、最低電圧がもっと下がる可能性がありますけど、また明日になってみるとね、ここがイエスタデーなところにね、移って徐々にこうバックしていくような感じになるのかな、まあ、そういうもんだと思うんですが、でこの放棄マークですね、放棄マークを押しますと、まあ、データがねクリアできるということになるみたいです。はい、というわけでですね、今回は Bluetooth モジュール内蔵のソーラーチャージコントローラーのテスト動画になりました。Bluetooth ユニットはね内蔵されていて Bluetooth 通信は可能なんですが、データは、この本体内部には蓄積されていないということでね、Bluetooth ユニットで接続、 Bluetooth ユニット接続している時だけですね、スマートフォンの方にでアプリの方でですね、データが蓄積されていくという形になっているようです。設定もできますのでね、まあ、本体設定するよりはスマートフォン等でね、アプリの方で設定ができるっていうのは非常に便利だと思いました。ちょっとね値段としては高いですけど、車でですね今ソーラーパネル、積載して太陽光発電をね利用している方だんだん増えてきているようですので、まあ、こちらはね走行充電と併用はできないですけど、ソーラーパネルからのみね、充電ということになるんですが、これアプリでねデータが見れるので、非常にね便利だと思います。車にですね、ソーラーパネルつけられる方はまあこういったのね、いいんじゃないかななんて思いました。では引き続きですね、太陽光発電関連の動画はまたアップしていきますので、お楽しみにしていてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。